芝淳三郎は、日本の政治家。元静岡県副知事、元気象審議会委員、元学校法人三島学園理事等を務めた。静岡県出身。1957年静岡、県立ニラ山高等学校卒業を経て、1959年日本、大学短期大学部省経営学科卒業、静岡県に報職県の企画部長、 水道町などの職務を経験した後、同県副知事に就任。また他には、静岡県広報協会会長、気象審議会委員、静岡県日中有効協議会理事長などの要職に就いた。副知事の人気満了に伴い、公認として鈴木正近氏が選任された。退任後は、学校法人三島学園理事を務めた。2008年4月に、 随法中受賞受賞。2008年4月29日随法中受賞。AB。春の叙勲受賞者が4月29日に発表。関係者6人受賞。2021年2月21日閲覧。静岡健康法協会の歩み。静岡健康法協会。2021年1月7日閲覧。気象審議会委員名簿。気象庁。 2021年1月7日閲覧。平成13年8月県議会臨時会知事提案説明用紙。県議会会会日の提案説明。2021年1月7日閲覧。ありがとうございます。